あの2020年と今年2021年とま2年連続で劇団エグザイルとしてこういうエンターテイメントを発表することができてまこういうご時世なのにすごいありがたいことだなとそういうありがたみをすごく今感じてます川崎哲也役やらせてもらいました鈴木信樹です本日はお集まりいただきありがとうございます少しでもジャムの魅力を話せるように頑張りますのでよろしくお願いします 今回台本を開いてみるとあの香港から来たアクションスターというふうに変わってまして、はい、役名も頂い,いてレスリーちゃんちゃんというだいぶ変わったなというふうに思いますね他にも結構皆さんあれですよねチンピラの役だったのにこうやって今ちょっとアーティスティックな衣装を着てたりみんなすごい変わってますもうちょっとどうなるかわからないこうびっくり箱みたいな <laughs> ちょっと感覚はしてるんですけれども多分あの存分に楽しんでいただけると思いますしこの、まあ、ジャムを まあご覧になって見ればより楽しいあ、まあ、ライブ、まあ、このリサイタルを見てから多分この世界観に入っても楽しめるような、えー、そんな、あのー、リサイタルを作れればいいんじゃないかなと思っておりますが皆さんはパフォーマンスがあるんですけれども僕だけは何をするんだろうかとちょっと1人だけすごいゾワゾワしていて。 さっきサブさんともお話しさせていただいたんですけれども飛んだらいいんじゃないって言われてたのでまさか,まさか今回は僕が飛ぶかもしれないですね孔雀 <laughs> の後ろで僕が孔雀 <laughs> を僕が抱えて飛んでる可能性もありますけど <laughs>、えー、フォトブックとか、えー、楽曲コラボあとリサイタル、えー、10月中旬にはリサイタル そういう様々な形でジャムの世界観を皆さんに楽しんでいただけたらなと思ってます。これからもよろしくお願いします。